トースター誰かわからん。ホグマン、ホグマンされたら美味しいみたいなのがあるよな。おい、ああそういうとこ、そういうこと。別のやつ使えばいいの。チーム別に入る気ないよ今。今いるチームに入ろうとも思ってない。あ、そうね。うん。あ、面白そうだと思うけど、ね。お、なんかいいやつ来たわ。めっちゃ手が震えるんだけど。俺ね、俺プロになって、あれだ、クララワ以外とか叩かれそうだからやだ。怖いわ。お前ら怖いもん。俺はもうマジでプロになりたい。すぐ叩くもん、お前ら。もう一瞬。怖いわ。じゃあ俺も叩くわ。お前ら叩くの？リアルでピコピコの前叩くわ。は？母で。ちょっとよくわからなかった。怖い。今のはちょっとやっちゃったわ。お、今しゃべ、あ、俺、なんだろう。俺がジャック。今の声がジャック。いや、俺がジャックな。俺、レイヤ。そうだ。この人がレイヤさんだ。しゃべりながらマルチは。泣いた、もう。俺もう、しゃべらん方がいいみたい。泣いたわ。俺の声分かりやすい。そうかね。ドエムアナザー寝たせつある、あいつめっちゃ俺応援される。ありがたい、嬉しいよ。アナザーの代わり、あ、俺がアナザーの代わり。俺一応アナザーとも仲いいからね。やっぱジャイはアナホリだけど。ラベやらかしたー。アナホリなければ相性いいし、アナホリいてもなんなら相性いい。俺18歳。俺17。これさ、あんまなんか個人情報普通に喋ってるけどさ、これ言わない方がいいんかな。いい、消すな。年齢がどうでもいい。どうでもいいやな。年齢はいいか。まあいいや。年齢バラしたところなんや。それな。オブネなんか耳入るかと思った。あの、どうせ真ん中じゃ。鬱陶しいから、逆サイに。逆サイプレゼント。まあ逆に、まあ俺の年が結構低いっていうのがある。2周目じゃないとか、されても守れるじゃん。されたところでか。回転でこっちもなんか。それ、なんか別にね。なんか、なんとなく読み5を決めたくなった。本家の。締め右ペ。D6 は。ダーン。美味しいけど、美味しいけど美味しくね。オムネオムネオムネ、もうやめろ、それはやべえ。イエーイ。いいね。はい、グッドゲーム。お疲れ。いや、いいな。いや、楽だ。ジャイは楽だ。とてつもなく楽だ。
楽だ。なんで俺がジジイ言われてんの。168cm の人、170っていう。それがリア友でいる。リア友でいる。プロの話進んでる。いや、まだ来てない。うわ、ラバ来た。出たよ、ラバ。ラバハウンディ。相性は悪いですよね。相性。神相性。めんどくせえ、これ。ジャックリバク相性いいとのこと。普通にめんどくせえ、こいつ。おい、こいつ小手事故ってるわ。ラッキー。しかもあれじゃん、ゴブゲン型。ね。ゴブゲン型普通にきついけどな。あ、うん。何が一番きつい？俺、スケがきつそうなんだけど。スケきついかも。俺、バルキリーの方が嫌いだけどな。ジョーカーがスケ型使ってた。なんかスケ型いるよな、マジで。鬱陶しいあれ。俺はスケ型使ってみたけど。韓国語来た。キム・シュレンヨン。カカオトークで草。ちょっと待って、やばい、これ。これもしかして、これ5打ったら終わる？あ、終わったやつだ。終わりました。アドでやられちゃうくね。それな。いや、もうこれ、ホグ出して、これ、ホグ出してさ、絶対無視されるでしょ？いや、対応すんのかーい。草。対応すんのかーい。これ一発でしょ。一発は許容、余裕で許容できるから。そうなのか。そう、一発は余裕で許容できる。うーわ、ライトニングじゃん。それはさすがに驚いた。俺も驚いた。え、普通にきつくね。いや、きついわ、普通に。めっちゃきついわ。しんどいわ。なんなら折られてんじゃん。ね、ライトニングかいと思った。ジリ来た。コメント見てなかった。余裕なかった、これ。話してる余裕なかった。俺、ジュライのことジュリーって呼んでたんだけど。俺もジュリーって呼んでたよ。ジュライって言われて驚いたもん。うん。いや、マジと思って。間違えたねって。そういえばさ、なんかさ、これ、ファイボのタイミングすごい難しくなってね。そう。やばい、一発。え、一発はいい。全然いい、全然いい。許容か。待って、こっから勝つとしたらもうこれするしかないもん、俺。アナザー来たけど。アナザー来た？アナザーコラボする？レイヤーがいるから、いいよ。いや、3人でコラボだ。3人コラボ？ええで。アナザー来ただけじわられてて草なんだけど、かわいそうに。しょうがない、俺が。これやるしかない、これやるしかない。ドーン、ミスター。しんどけ。いや。あ、いや、しんどけ。ファイボッチャン早すぎた。なんか早い気がした、なんとなく。それな、明らか早かったもん。ティラリン。あ、やらかした。した36位。ニガンさんのこと嫌いな人なんか結構荒れてるよね、あの人。うん。無理と仲いいような、悪くないような。なんかいいんじゃない？あいついいかも。ベイティンブロックされてるよね、まずい。なんですか。無理は本当にうまいと思う、あいつ。無理はすごいよ。言ったらめっちゃ調子乗るけど。やっぱり。やっぱ無理かなとか言い出す。ボロさん来ていいよ、いいっつってくれたらコラボするよ。してくれんのかな、あの人。あの方。さあねー。気まぐれじゃない？気まぐれか。気分だろうな。あの気分だしな。もうなんかあの俺来た。ラッキー。これ見せられるわ。俺のプレイが。俺のプレイが。ちょっと卑猥に聞こえてもだな、なんでやろ。ポン。ポロチとホゲやったし、フレバト？じゃあ今動画撮ってるんじゃない？なんかツイッターで出なかった、今日動画あげるって。説。
この録画は残しといてあると思う。残すと思う。初手ほぐせるときとしないときの違いはあれだよ。敵の名前見た瞬間よ。くそでしょうね。ここまで来たら止まるやな。敵の名前的に、あ、こいつ、知り合いだったら、あれみたいな。そういう感じですね。どういうときってやると分かんないですね。あ、これやべえわ。やってね。なんかね。タイガー壊れても。もうかなりやってるよ。許容しよう。これさ、なんかミラティブしてるとき俺一回も勝ってないわけね。そうなの？そう、俺一回も勝ってないね、これ。そういえばね。いや、笑う。なんか勝てないね、もう。なんでかろ。ミラティブ勝率悪くなるのはまあ普通だと思うけど。そう、全然もう勝てないよね、俺。何言わないし、見捨てるし。あ、終わった。GG。そう、もう勝てないよね、これ。無理じゃん。ワンチャンにかける、ワンチャンにかける。無理だった。無理です。あと取られてもね、ホグ出すしかない。ホグ出さないと2周目回されるから。そんな言ってるの逆に。いや、俺より年上なのか。人の情報は言わない方がいいかな。こちゃで、あとで。声がおっさん。いや、そりゃそうなんだけど、相手も出来してるやん、完全に。ねえ、もう内側に出してきたんで、こいつやべえ。これ警戒したわけねえだろ。こいつやばいやつだった。ん、俺ロリコンだからね。本名レイヤーだって。何のカミングアウトだよ。謎 CO。 危ねえ。あ、もうこれ攻めよう。本名ちなみに教えないよ。さすがに驚いた。あれかと思った。違うんだ。普通のあれかと思ってた。マジ。いや、俺前裏垢一時期作ったんだけど、それ本名したからね。漢字で。ええや、俺漢字でバレた。漢字で本名を晒したから。さすがにやべえとは思ったけどな。CO でも言いましたけど、ジャックって字の言ったことある？あ、俺字の言ったことあるよ。あるの？コウモリ、コウモリ読みと思ったら、やりこぼだった。やったくんそれ。いや、言うてやようできたから。そうだ、おいしいおいしい。出てこなくてもいいもん。大砲12で展開？どうだろう。きついかもしれない。大砲以外フルカンならいいと思うけど。あ、大砲以外が振るかなったらいけると思う。あの、どうだろう。大砲も意外と変わるで。人狼やりたいよ。人狼やる？ミラティブで？ちげえよ。全員入れてやる。あれだな。人狼ジャジメントってあるんやけど。あー、俺わかるわ、それ。あ、やってたわ。やっぱわかっちゃう？くそ、昔やってたわ。俺も昔、わかれた。それで、オールしたよ。3人で。黒ひげ、オールはやべえ。ウッドロとかザップ、ウッドロとかザップにするんだったらね、多分ナイトの方がいいと思う。でもナイトだとなんたらかんたらかんたらかんたらってロッポロさんあたり言ってた気がする。あ、そうな。視聴者全員で人狼面白そうだけどな。でもそれ事故らないか。どんぐらいかかるんだろう、時間。やべえな。事故るし、誰だろう。絶対なんか役職見て、あ、こいつはこれだ言うて。専門用語しないと人権ない。説あるな。大富豪も面白そうだね。全員で視聴者参加型大富豪人狼。いや、面白そうじゃん。なんか面白そうじゃない。面白そうだけど。やるか。じゃあやっちゃうよ。ブームすぎた。説あるな。今でも大富豪やろうって言ったら俺やるけどね。アナザー釣り役さ、初手説あるなって何？いや、ネット用語みたいなもんかな。なんて言うやろ。いや、説明めんどくさいので。
めんどくさいからホグ出します。なるそそら何それ、あ、じゃあいつものやつやんな。おいしい、パス入った。ジャックドッグで草センスちょっとだけある。さてさてどうするか。迷いが出た、そして負けた。終わったー。終わった。消しますみたいな。交渉強いよな。あ、交渉強いわ。ジャイなんジャイじゃねえよ。ジャイ弱えよ。26からしたらジャイゴミ。ほんと謎の行動だよな。あれだって周りの人からしたら迷惑極まりないだろ。俺のフレンドだって言っても急に消されてるから。オーブンは頑張ろう。これはこんぐらいの高めの位置に置きましょう。でバーバリアンがマスケ止めてくれるからホグ出します。でランバーが来ます。でランバーから守ります。ザップ切りました。守ります。でゴースト出させます。アイコラ出してくんのかな。本格的に解説しだしたね。じゃ急にね、急にやってみた。何が出たっけ。でインドラサイトでしょ、ランバーでしょ。ちょっと手札把握してみるわ。だってこれあれでしょ。出ない出ない出ない、それしかいないもんね。まあ、こんな感じで守ってかなり優勢です。こんな感じです。人技は本当に負ける要素ないから。手札ワークした、手札ワークしたらめっちゃ強いやん。26手札ワークに目覚めた。いいわ手札ワーク。ジャック臭い、ごめんな。数伸ばすのアポロンさん。え、なになんで、え、そうそうなの、あの人伸ばしてるっけ。ふう。相手出してるだけだって。もうこれこのなんで26体あれはもうね、出してるだけじゃないとね、出してこっちがミスるのかけるしかないんさ。それ以外勝てないから。次からもっとちゃんと解説する。解説難しいから。頭使いながら喋るなんて器用なこと俺そんなにできないからね。ジャイバルはね、まあ来たらやるよ。来たらやります。今何位だろう、19とか分かんない。マルトストックあんならよ。お前さ、俺がさ上げるっつったらさ、お前まだいいや、カウスト直前までいいやって言ってたからさ。レイヤー落ちた瞬間当たっちゃって。しかもさ、オムニポセントってこいつさラバやん。やだー、マジかよ、ふざけんね。え、だるっ、え、だるっ。全然その沼ってるってはずでもない俺。だるすぎこれは。
コラボみんな落ちてる状態で始まるとかマジ悲しいから。きちい、普通にきちいんだけど。マジかこれやべえ。はい、お疲れー。あぶねー。ふぅ。危ない危ない。これでまだ2位だからいいや。